こんにちは、ゴンちゃんです。横井秀樹物語の第1部では、ホテルニュージャパンの乗っ取りという壮大な舞台で利益を追求するあまりの欲深さと、被害者保障へのケチな対応で横井秀樹の人となりの一端を垣間見ることができましたね。彼の行動は幼少期に経験した貧困と虐待への反発、そしてそれに対するある種の復讐劇でもあったのです。そして物語はさらに深まります。第2部では命を狙われるほどの緊張感あふれる乗っ取り事件、暗闇の世界を舞台にした青少年小佐野賢治との息を呑むような戦いをお届けします。己が描いた欲と成功を愚直なまでに走り抜けた横井秀樹は本当に悪人なのか、話せば話すほど横井秀樹の人生はまさに映画のようです。そして彼の晩年に至るまでの物語を動画で詳しくご紹介しますので、最後までどうぞ画面から目を離さないでください。さて、横井秀樹にとって初の乗っ取り大型物件となった白木屋デパート買収事件から話を進めていきます。白木屋デパートの創業は近江商人大村彦太郎が江戸の日本橋で小間物屋を開業しました。町人文化の開化に合わせて近隣を買収しながら、店舗の拡張や贅沢品の毛織物を含めた一般呉服物などの取扱い品目を増やし、越後や現在の三越、そして大丸と並んで江戸三大呉服店の一つに数えられる大店に成長しました。1903年明治36年10月1日に和洋折衷の3階建ての店舗を建設しました。お客の回遊率を上げるために店内には飲食店や遊戯施設を設置したり、万民に利用してもらうための少女音楽隊も常設するなど、他の百貨店に先駆けて導入していました。早くから関西にも進出したり、都内のあちらこちらにも出店するなど、経営の多角化も進めていました。1932年、昭和7年12月16日、歳末商戦で賑わっていた4階のおもちゃ売り場から出火して死者14人、負傷者67人を出す大惨事を引き起こしています。この頃は 90% 以上の女性がパンツを履いていなくて、和服を着ていた女性隊員たちはパンツをつけていなかったため、陰部がやじ馬にさらされるのを防ぐため、風でめくれる裾を抑えようとして思わず命綱を手放し転落死した人もいました。このことがきっかけで服装の洋風化が進み、女性はパンツを着用するようになったとも言われています。火災の遺族保障、戦争や多店舗展開などによりじわじわと経営が圧迫して、大丸や阪急との合併話も再三持ち上がっていましたが、合併実現に向けての条件が双方折り合わず、白木屋の経営状態は回復しないまま終戦を迎えました。そして昭和24年1949年ですね、創業300年を超える老舗デパート白木屋が日本橋の一等地にあるにもかかわらず業績が伸び悩んでいることを知った横井秀樹は、白木屋百貨店の株を買い集め始めました。彼の狙いは取締役たちを追い出し自らが社長の座に就くことでした。横井秀樹は闇市でうさんくさい商売をする悪辣な人々が支配する影の経済を泳ぎ回る術を身につけており、1950年代に入ると闇市で磨いた商才と蓄えた資金を株式市場で生かし始めます。そして知名度の高い企業の内情を調べ、弱みにつけ込んで金を巻き上げたり、時には株を買い占めるなど特殊な仕事をする総会屋の顔を持つ横井秀樹が登場しました。彼は株主だと主張して株主総会に出席し、企業を脅迫、企業が金を払わなければ株主総会を混乱させると脅しました。また暴力団もこの総会屋に興味を示し、時には襲撃することもありました。白木屋の社長鏡山忠夫は横井秀樹の乗っ取りを防ぐため、大物総会屋の久保雄三郎と後に住吉一家三代目となる安倍重作を防衛策に引き入れました。横井はこれに対抗し、大物総会屋の田島正光を雇い、さらに表向きは不動産業で、裏では暴力団の顔を持つ東工業の安藤昇を後ろ盾につけました。この駆け引きの中で横井秀樹は白木屋の株を買い占め、1953年には日活社長の堀久作の持ち株と合わせて
白木屋の過半数の株式を掌握するに至ります。横井と堀は白木屋に対して役員就任を迫りましたが、堀はやがて白木屋株を山一証券へ売却し、この事態から手を引きます。しかし昭和29年1954年には白木屋経営陣と横井秀樹は全面対決へと突入します。異常事態となり、それぞれが株主総会を実施して役員を選出しました。慶応バス一族が経営する名門百貨店として横井秀樹の追い払いに躍起になりました。そして横井秀樹を金融面で支援していた千葉銀行ですが、1955年横井秀樹が金策に行き詰まると東急グループ総帥の後藤啓太に支援を要請しました。この後藤啓太は知ってると思いますが、後藤啓太と揶揄される通り乗っ取りにかけては横井や小佐野健二を子供扱いにするほど企業乗っ取りの先駆者でかなりの凄腕でした。後藤啓太は横井秀樹とは面識がなかったものの、その汚いやり口に嫌悪感を抱いていたので横井に一泡吹かせてやろうという気持ちもあったのでしょう。後藤啓太は仕事仲間の小佐野健二を世田谷の上戸家の自宅に呼び出しました。後藤啓太には一目置いていたこの頃の小佐野健二はバス・タクシー事業や外車販売など手掛けて国際興行として事業拡大竹縄の頃で羽振りも相当なものでした。後藤は応接室の椅子に座るなり、君は横井秀樹を知ってるかといきなり切り出します。知っています。どう思うかね。白木屋ですか。ああそうだ、黒服に蝶ネクタイ、しわくちゃなベビーフェイス、あれは地獄の閻魔大王にどんなに責められても、どんなことをしててもとにかく金儲けがしたいという男だな。はい、しかしそのうちに何かやりそうに思いますと小佐野はすぐに答えました。この時白木屋の株を買い占めていたのは横井だけではなく複数いました。株買い占め騒動は長期化しており、横井自身も資金的に行き詰まって買い占めた株を担保にあちらこちらから金を借りまくっていたのです。だから横井は小佐野健二のところへも金を借りに17万株を持ってきたのですが、借りたはいいけど利息も満足に入れられない状態でした。そこで横井秀樹は自分が買った150万株をひとまとめにして後藤啓太に売りつけようとしていたのです。かつて後藤啓太は都心の一等地に東急百貨店を進出させようと三越株を買い占めに走って失敗していたことを知っていた横井は、自分が買った白木屋の150万株を後藤は買ってくれると呼んでいたのです。しかし横井の計算は思わぬ展開となるのです。後藤啓太と小佐野健二がタッグを組んで追い出しを練り上げます。小佐野健二の名義で持っている白木屋の20万株を不動株にして横井の言い値を叩く手段に出ることに話がついたのです。そして1週間後、後藤啓太の応接まで横井秀樹との最後の値決めをやります。まず横井が、420円以下では私は赤字になります、3年がかりの買い占めですからね。お茶を一口含んだ後、今日はいくらかなと後藤はとぼけて聞いたのです。昨日の終値が300円で今日は商いができていませんよ。買い占め側と防戦の会社側とで発行部数の9割以上を抑え合っていました。これでは市場に不動株などあるわけがないのです。そんなことはないだろう。いいえ、売り物がないはずです。まあとりあえず株と町へ聞いてみたらどうだ。横井は仕方なく受話器を握ってダイヤルを回し終わった途端、何？20万株成り行きの売りが出ている。あ、どうした。あ、いや、いくらだ。あ、ちょっと、ちょっとすいません、その20万株誰か買ってくれないかな。え、誰もいないって、いくらなら買えるんだ。放っておいたら売り気配で大幅に値下がりしてしまうので、横井のしわくちゃなベビーフェイスが歪みこけ油汗をにじませています。結局20万株は250円で横井が買って、解決価格は後藤の提示額360円に決まったのです。横井は最初の思惑も外れ、予定外の大赤字で白木屋乗っ取りは失敗に終わりました。
これで後藤啓太の東急電鉄が白木屋株式の過半数を取得したため、白木屋は1956年、昭和31年1月に東急の傘下に入ったのです。そして1967年、昭和42年10月、白木屋日本橋店は東急百貨店日本橋店と改称し、後藤啓太の都心一等地への進出する野望も実現したのです。横井秀樹を白木屋乗っ取りから追い出した立役者は誰あろう、小野賢治です。横井秀樹はそこに小野賢治がいたことは知る由もありませんでした。またこの10年後にもう一度小野賢治にひねられることになります。白木屋乗っ取りのための資金集めに奔走していた横井は、1952年昭和27年、あの戦国武将蜂須賀小六の血筋を持つ元侯爵蜂須賀正氏が三田綱町の約1000坪の土地を数千万円で売却したことを知ります。横井は直ちに蜂須賀氏を訪ねてこう言うのです。白木屋の株を買収し1年以内に社長になれば、借入金の2倍、いやそれ以上の利益をお約束します。もし3000万円お貸しいただければ年利2割を保証しますと提案し、融資を受けました。しかし返済期日が来ても横井は元本どころか利息の支払いすらせず、蜂須賀氏が救済した後に1000万円を返したのみでした。蜂須賀氏の妻千恵子は訴訟を起こし、最高裁は横井に対し2000万円の支払いを命じましたが、横井は支払いを拒否しました。新車のキャデラックを乗り回し、箱根や那須に別荘を持ち、戦後の引き上げ船を改装した観光遊覧船港湾丸を所有するなど、横井の財産は数十億円にも上がりましたが、名義は実弟など他人名義であり、裁判所が差し押さえられたのは郵便貯金の3万9000円だけでした。困った千恵子は三栄物産の代表取締役本山富夫に相談しました。本山は1958年6月、安藤組の組長安藤昇に取り立てを依頼しました。安藤昇は白木屋の株主総会で横井側の総会屋として活動していましたので、この要請を断ることもできたのですが、話を聞けば聞くほど義憤に感じて、この要請を受けて横井に会いに行きます。1958年、昭和33年6月11日、銀座8丁目の東洋郵船本社に横井を訪ねるために2人の男が来ました。その男は敵対する組の暴力団員によって顔に53針を縫うほどの傷跡が残された安藤昇でした。横井と安藤は白木屋百貨店の乗っ取り作戦で協力関係にありました。乗っ取りが難航した際、横井は安藤の助けを借りていました。しかし安藤が横井を訪れたのは休校を温めるためではありませんでした。彼のそばには三栄物産の本山富夫も同伴していました。二人はオフィスの一室に案内され、横井の入室と同時にドアが閉じられ、密談が始まりました。断片的に聞こえてきた会話から、横井が安藤をチンピラと呼び、介入を拒否する様子が明らかになりました。お前が口を出すべきではないぞと断言し、ヤクザの若造がと蔑み、クズ野郎と罵倒しました。これはお前には関係ないぞとも言い放ちました。さらに、日本の法律ってやつはな、借りた方に便利にできてるんだ。なんなら君たちにも金を借りて返さない方法を教えてやろうかと天井を見上げながら嘘吹くのでした。出されたコーヒーをすする安藤に、全くうちじゃヤクザの借金取りにまでコーヒーを出すんだからなと吐き捨てるように言った横井の一言に安藤が切れました。白木屋の件で横井を助けたにもかかわらず、横井が安藤に対して持つべき尊敬の念が一切ないことは明らかでした。この軽蔑的な扱いに対し安藤は激怒して、もう一遍出てき直しますわとその場を去りました。安藤のような人物を怒らせるべきではないというのはみんなが知るところでしたが、3時間後グレーのスーツを着た千葉和弘が現れました。秘書が彼の名前を尋ねると、言う必要はないと返答し、直接横井がいるオフィスへ進んでいきました。その時横井は2人の男性と会話をしていました。千葉和弘は入ってくるなり、
東洋郵船の社長はあんたですか?と質問しました。そしてアメリカ兵から購入した32口径の銃を抜き、間髪入れず発砲しました。弾は横井の左腕から左胸を貫通しました。千葉はすぐに現場を離れ、横井は病院へと急送され、緊急手術を受けることになりました。医師は弾丸を取り除こうと横井の首から腹部までを調べましたが、弾は見つからなかったものの、横井はなんとか命を取り留めました。その弾は最終的に彼が亡くなるまで肺の中に残り続けました。事件の取り調べを受けた横井は突然の銃撃に遭い、なぜ自分が狙われたのか全くわからない状況です。殺し屋の顔も見覚えもないし、一体何が起こっているのでしょうかととぼけていました。だけど警察は横井の事情を把握していましたので、捜査はすぐに安藤昇に焦点を絞り、安藤と4人の暴力団員の写真入りポスターが10万枚ばらまかれました。さらに安藤の居場所を特定するための情報を得るために、ほとんど理由にもならないような理由をこじつけて、何十人もの暴力団員が逮捕されていきました。事件が起こってから44日目、警察はある情報に基づき動き出しました。その情報源はなんと安藤昇の愛人からのものでした。愛人の情報により、警察は逗子の閑静な別荘地にある白い壁の家を訪れました。安藤昇はその時仲間と共に将棋に興じており、警察の訪問を受けても驚きや抵抗の素振りを見せることなく、ただ静かに逮捕されるのを待っていました。彼は警官に対し着替えをする時間を求め、その後スマートに着こなしたダークスーツと清潔感あふれるシャツ、そしてストライプのネクタイで警視庁に姿を現しました。そこには300人以上の報道関係者が安藤の到着を待ち構えていました。銃撃事件に関する記者からの質問に対して、安藤昇は自身の無関係を強調しつつ、この機会に横井秀樹の倫理観を批判しました。ビジネスマンはもっと良心的であるべきですな、という彼のコメントはまるで社会への警鐘のように響き渡りました。この一件は彼の冷静さと同時に社会に対する洞察を示す出来事として、新聞は安藤を悪くは駆け立てなかったようです。数日間警視庁で取り調べを受けた安藤は、自分が腹心の部下数名と共に横井の襲撃を企てたことを自供しました。殺し屋は千葉和弘だと明かし、数日後に千葉は賭博屋の家で逮捕されました。裁判で千葉は銃を撃ったことは認めましたが、横井を殺す意図はなかったと供述しました。法廷での安藤の供述を聞き逃すまいと、みんな耳をダンボにして聞いていたわけです。そしたら安藤はこう言いました。私が怒っているのは単なる侮辱じゃない。悪行の数々、それにあの手この手で企業を手中に収めようとする行為に対してなんだ、と述べたのです。暴力団からの倫理的非難を受けた横井は、被害者でありながら世間の同情を得ることはなかったのです。そして安藤が6年間の刑期を終えて社会に戻ってきたわけですが、彼はなんと横井に対してですね、和解の印として万年筆とボールペンのセットを送ったんですよ。まるで昔の武士がね、刀を送るみたいでした。安藤が獄中にいる間に、花形慶、西原健吾という組織の幹部が対立する暴力団によって殺され、西原の葬式に田舎から出てきた母親が安藤に懇願しました。親より先に死ぬことは最大の親不孝じゃけん、こんなことはこの子で最後にしてつかわさい。仮出所中の安藤はこれ以上無益な血を流させるわけにはいかないとして、安藤は解散を決意しました。安藤組解散後は映画俳優に転身して、制作された実録シリーズ1973年の実録安藤組襲撃編では、横井襲撃事件とその後の安藤の逃亡逮捕を描いた映画としてヒットしました。また地と掟では横井の襲撃シーンが描かれています。この映画のプロモーションのため、横井は安藤と一緒に昼食を取るシーンに出演しました。横井が撃たれた年の12月、東京地方裁判所は蜂須賀公爵夫人の要請で横井の破産を宣告しました。裁判所は蜂須賀公爵夫人のほか数人に対する数億円の負債を破産の理由としました。しかし横井をよく知る人々の中で、
これで横井が完全に終わったとか本当に破産したと考える人はいませんでした。言われるように彼は依然として周囲に君臨し続けていたんですね。彼の胸には肺に残った玉が、これを彼はなんと勲章みたいに誇りに思っていたんですよ。昔の戦士が傷を誇るように。家族や仕事関係者が集まるたびにですね、シャツの袖をまくり上げて、見てみろ、これが勇気の証だとばかりに傷跡を触らせていたそうです。そして、自分は少しも怖がっていなかったぞと胸を張り、その自慢話のオチとして、これで玉が3つあると周囲に冗談を言って笑いを取っていたんです。なんだかですね、この昔話の勇者みたいです。現代においてもそういう昔ながらの勇敢さを示す行為があるとは。ただこの勇敢さがみんなにどう映ったのか、それはまた別の話ですが、でも確かにこんな風に生きることができる人はなかなかいないでしょうね。横井の周りの人たちはきっとこの冗談に笑いながらも、どこかで横井の強さに敬意を表していたのではないでしょうか。横井秀樹は闇の聖将と言われた長野賢治とある乗っ取り事件をめぐって暗闘を繰り広げています。箱根宮の下にある富士屋ホテルといえば帝国ホテルと比べられるほどの名門でした。富士屋ホテルは明治11年1878年に創業してから現在まで145年の歴史ある老舗ホテルで、創業者である山口千之助が日本で初めての本格的リゾートホテルとして開業し、明治の元勲や国賓が宿泊した由緒あるホテルです。財界人の夏の社交場として有名で、明治の日本を引っ張ってきた服部時計店の会長や森村産業会長、アサヒビール社長などの華やかな顔ぶれが役員に名を連ねていました。富士屋ホテルチェーンといえばその資産はとんでもないもので、富士屋ホテルや戦国ゴルフコース、富士ビューホテルを筆頭に、備品なども含めると合計で160億円以上はあるともささやかれていました。そこへどうしたことか、横井秀樹がこの富士屋ホテルと関係を持つことになってから長野賢治との暗闘の幕開けとなってくるのです。この全ての始まりは、なんと富士屋ホテル創業者の長女甲が藤沢の別荘を横井に売ったことから、これが縁となり二人はたびたび会うようになります。そしてホテル内の内紛を解決するため、甲は横井に助けを求めるのです。横井は昭和28年のデパート白木屋乗っ取り事件でその名を轟かせた人物です。甲にとって横井は他の人とは一線を画すやり手という印象を持っていました。そんな横井に助けを求めることになった甲は、この人ならばという期待を抱くのでした。横井はこの話をじっと聞きながら、内心では儲けの匂いを感じ取り、様々な計画を練り始めていました。このエピソードは彼らがいかにして複雑なビジネスの世界で渡り歩いていたかを象徴しています。まるで将棋の駒を進めるように、次なる一手を冷静にしかし確実に狙っていたわけです。その山口家の内紛のもとは、当時ホテルを支配していた会長の娘婿で養子だった山口健吉だったのです。健吉の妻は創業者千之助の次女貞子でしたが、結婚して間もなく病死しました。そして千代という後妻をもらいました。つまり創業者の山口一族とは全く縁もゆかりもない人物が富士屋ホテルを牛耳っていたわけです。おまけに後妻の千代が宮の下の総美麗と異名を持つほどの才女で、そのため長女の甲は一層山口健吉夫婦に反発を覚えていました。なんとかして本家の元の手に富士屋ホテルを取り戻そうとの執念を燃やしていた矢先に、横井というやり手が現れたものですから、もうまさに渡りに船だったわけです。横井自身もこの相談を受けた時点で富士屋ホテルを乗っ取るという大胆な計画を抱いていました。しかしそのためには山口健吉社長を追放するための株主としての権利が必要だったのです。横井は自分名義の株を揃えることを条件にこの相談を引き受けました。そして富士屋ホテルの総発行株式数240万株のうち3分の1にあたる80万株の中から40万株を横井秀樹の名義にすることで、なんとかこうも同意しました。この決断がさらなる波乱の幕開けとなるわけです。まるで将棋の盤上で駒を進めるように、一手一手が重大な意味を持つこの駆け引き、
一体どんな結末が待っているのでしょうかね。早速次に行ってみましょう。一族内での争いが絶えなかったので富士屋ホテルの業績はどん底まで落ちていました。こういう時に株を集めるのが横井秀樹の腕の見せ所だったわけですね。もう安くできるだけ多くの株を握り、思いっきり会社を引っかき回してトラブルを大きくして、値を上げた経営陣の足元を見透かして法外な高値で株をそっくり引き取らせる、横井の脳裏に浮かんだいつもの金儲けの手口でした。買い占めにかけては凄腕の横井ですから、着々と山口一族の株を買い集めていったのです。そうして昭和39年12月、富士屋ホテル内のクリエーションホールで定期株主総会が開かれることになり、この事件の第一の山場を迎えたのです。横井は総会開催日までに株の買い占めのほかに、千之助の長男の周一郎や三女の美香の委任状まで集めていました。そして総会に出席していた横井は議事進行中に突然大声を張り上げます。ここに4分の1を超える株があります。累積投票を要求しますぞ。本家筋のバックアップ背景に横井は強気で押しまくるのですが、会長の賢吉も負けじと、あなた方の株は 25% にも満たないはずだと互いが譲る気配はなく揉めに揉めたのですが、結局百戦錬磨の横井に軍配が上がり、横井は本家筋の4人を役員に送り込むことに成功したのです。さらに横井は会長の賢吉に激しく迫ったのです。あなたは退陣すべきだと。これに対してホテル側からは誰一人として反論しなかったのです。何しろ役員は前述したように超一流企業の会長、社長たる紳士ばかりですから、自分の会社に火の粉が飛んできたら困ると思ったのでしょうね。横井を相手にすると後で面倒くさいことになると怯えていたんです。こうして横井は富士屋ホテルの人事を思い通りに掌握すると、こともあろうに小玉義雄を取締役に入れたんですよ。つまり小玉義雄の名を借りることにより賢吉の反撃を封じ込める狙いがあったのです。ところが横井の前に意外な強敵が現れたのです。横井と山口一族に追放された賢吉が長野賢治に泣きついたのでした。長野の持っていた東急電鉄会長の後藤啓太から買収した強羅ホテルも米軍に接収されていたことがあります。富士屋ホテルもかつて米軍に接収されたことがありました。同じ接収のオーナー同士ということから前から知り合いでした。賢吉は長野に、あなたに自分の株を全部渡します、山口一族も切り崩し株を集めます、自分は経営しなくていいので、とにかくあの横井を追い出してくださいと懇願しました。横井も白木は乗っ取りで最終的には後藤啓太に株を譲っているので、言ってみれば後藤啓太は横井と長野も早くから乗っ取りをやっていた関係で、系図を作ってみれば後藤啓太の門下生同士が富士屋ホテルの買い占め乗っ取りの腕をかけてがっぷり四つに組んだのです。表の富士屋ホテルの経営は順調ながら、裏側では生臭い内紛が続いていました。そうすること1年余りの時間が経つ頃、横井側についていた山口家の本家筋の役員が一人また一人と長野側に寝返っていきました。横井はもともと一匹狼で乗っ取りをやっていたので、人脈は長野に比べて劣ります。それに比べて長野は情報網の張り方がうまく、金のばらまき方も巧妙で、人格もスケールが大きいと長野を知る人の共通した声でした。横井はケチで絶対に周囲に金をばらまくことはしなかったんです。こうした二人の評判を耳にした横井側の人間が長野に寝転んでいったのです。こともあろうにあの児玉義雄までが横井から長野に寝返ってしまったのです。長野は昭和32年頃から京成電鉄株を買い占めていました。ところが児玉が京成電鉄の川崎千春社長に泣きつかれ、長野に株を手放すように迫ったのです。長野もこの時は後々のことを考えて児玉に恩を売り手放したのです。児玉はその時の長野への恩義も感じていたんでしょう。児玉が長野側につくと本家の者たちも雪崩を打つように長野側に流れていったのです。政財界の裏を仕切っていた児玉の勅令が出たなら、長野側に転ぶのが自分たちの身の安全を守る意味で、それが自然の流れだったのです。
そうして高グループに肩入れをしていた取締役らの株も集め、全体の 65% にあたる150万株が集まり、長野がそれを買い取って名義を書き換えたのです。これで横井と高が握る株は全部で約55万株となり、ほぼ形勢は長野に傾いたのです。昭和41年4月15日、宮ノ下の富士屋ホテルの本館で臨時株主総会が開かれ、長野たち国際興業の4人が経営陣に加わりました。横井としてはもうお手上げです。45万株持たせたまま横井を突き放すこともできたのですが、長野はホテルの全株式を握ることが経営を引き受ける場合の哲学でした。だから児玉義雄に中に立ってもらい、横井の株を買い取ることにしました。児玉と横井の話がついたのでしょう。数日後、児玉が国際興業にやってきました。一株1000円よこせと言ってるぞ。1000円ですって？長野も思わず大声で聞き返しました。45万株で4億5000万円になるな。それも現金、つまり全部1万円札で払ってくれと言っていたぞ。は？いくらで買ったかわからないが、自分名義の45万株の株代金をまだ払ってないのだろうな。わかりました。ということになって、6月の末に横井が指定したホテルの一室へ大型アタッシュケースに詰め込んだ4億5000万円の現金が運び込まれたのです。1億円でちょうど座布団1枚分の大きさになります。横井は4人の銀行員を連れて現れました。少し遅れて児玉も到着するなり、横井は長野に金を見せてくれと切り出したので、長野は部下にアタッシュケースを広げるように指示しました。そうしたら今度は今からお金を数えると言い出したのです。長野はですね、冗談じゃない、1000万円単位で縦横十文字に帯封もしてある、間違いなく4億5000万円あるんだ。でも数えさせてくださいよ。ちゃんと数えれば間違いがあるかないか、後でごたごたしなくて済みますからね。金はいつも数えてから受け取るというのが僕の主義なんです。これには長野も呆れました。銀行のものなので数えるのも手際がいいと思います。ここで数えさせてもらいます。と言うなり帯封を破り、紙幣を1枚ずつ数えていきました。結局1時間ほどで数え終わると、満足した表情を浮かべた横井が長野に向き直ると、実は今日45万株全部持ってきてないんですよ。と言うから、45万株を持ってきたはずの株を数えたところ、1212株も不足していました。不足株の代金は121万2000円は現金を出すのが当たり前でしたが、横井はこの不足を小切手で渡そうとしたのです。これにはもうさすがの長野も頭に来たので、注意をするとしぶしぶ現金を返したケチな横井の姿がありました。横井は45万株を売るときに、山口一族の5人を一生重役としておくことを条件に入れていました。そしてそれらを守らせるために、児玉義雄や吉田彦太郎ら大物右翼にあえて連帯保証人になってもらっていました。ところが長野は初めから山口一族を追放しようと狙っていたので、こんな保証人のことも何事もなかったかのようにこの約束を反故にしたのです。またも横井は長野に一杯食わされたのでした。横井が6年もかけて株を集めたのに、長野はたった1年近くで富士屋ホテルを手にしたのです。しかも13億円の金で210万株、およそ 82% の株を手に入れていました。つまり160億円もの資産を持つホテルをまんまと手中にしたのです。昭和50年代には京都の旧山科製鋼所の株買い占めで自ら会長に就任、取締役には長男を置くなど家族経営をやっていました。旧山科製鋼所は明治40年創立の村田製鋲所が前身で、十字穴付きネジの初の国産化に成功したその技術力は高く評価されて、早くから海軍省及び鉄道省の指名工場でした。横井が参入してきた時は経営状態が芳しくなく、横井一族の経営参入によるテコ入れもあり、業績は回復しますが、2000年に長男邦彦は社長に就任するも、わずか3ヶ月後に臨時取締役会で社長の座を追われ、
2008年に自殺しています。明治、大正、昭和の戦前日本では妾を持つことが成功者の象徴とみなされていました。しかし横井に関してはその女性関係が家庭内の争いの原因となるほど女狂いと揶揄されました。横井は酒、タバコ、賭け事を避けていましたが、女性に関してだけは自制ができないところがありました。豊かな富と権力を背景に、彼は気に入った女性がいれば何日も家に帰らないことがよくありました。美人コンテストの情報を耳にすると彼はその会場に必ず姿を現し、気になる女性を口説きました。愛人たちの中には元映画女優、元ミス横浜、元ミス日本、元ミスインターナショナルも含まれていました。妻の美智子との間に2人の息子と3人の娘がおり、さらに彼は役所に3人の子供を実子として正式に届け出ました。認知されなかった子供たちを含めると合計で17人以上の子供がいたとも言われています。知られるところでは孫には長女の息子でラッパーでキングギドラのメンバーことジブラ、そしてメンバーではありませんが孫のスフヤがいます。複雑な家系を持つ横井秀樹ですが、彼が特に褒められる点は愛人とその家族を大切にしてきたことです。彼は愛人やその家族のために家やマンションを購入し、食料や日用雑貨を部下に配達させていました。かつてこのような行動は倫理的に正しいとされ称賛されることもありました。横井秀樹は家族を大切にし、それを守れない者は立派な男ではないという信念を持っていたかもしれません。愛人の子であっても自分の子供に対する愛情を持つのは人間として自然なことだったようです。ホテルニュージャパンの火災で禁錮3年の判決が確定した横井は1994年から八王子医療刑務所で服役しましたが、1996年に仮釈放され1997年に刑期を終えました。横井秀樹の物語は1998年11月30日にその幕を閉じました。日課である散歩の途中で突然気分が悪くなり、そのまま昏睡状態に陥り虚血性心疾患でこの世を去ったのです。85歳という生涯でした。その遺骨からは過去の襲撃事件で撃ち込まれた弾が発見され、彼の波乱に満ちた人生を物語っています。横井秀樹は裏から昭和の日本を動かし続けたと言われる乗っ取り屋であり、彼の影響力は計り知れません。彼の生き様は事件や対立だけではなく、その背後にある複雑な人間関係やビジネス戦略にも焦点を当てることで昭和時代の一側面を浮かび上がらせます。彼の行動一つ一つが時には企業の運命を左右し、また時には社会に大きな波紋を投げかけました。横井秀樹の物語を通して私たちは昭和の日本が持っていたダイナミズムと時代を生き抜く人々の複雑な心情を垣間見ることができます。彼の生涯は多くの教訓とともに昭和史の1ページとして色濃く記憶されることでしょう。このような貴重な歴史的情報をお伝えする動画をお楽しみいただけたら嬉しいです。横井秀樹という人物についての理解が深まり、昭和時代の裏社会の一端を垣間見ることができましたね。このような貴重なコンテンツをもっとお届けしたいと思っています。次回以降も歴史や裏話に関する動画を予定していますので、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。チャンネル登録をしていただくことで新着動画やさらなる興味深い情報をお届けすることができます。ぜひ人物エピソードへのご支援をお願いいたします。今後も貴重な歴史や裏話に迫る動画をお楽しみにしてください。最後までご視聴ありがとうございました。